本日はうちの子記念日&8月の結婚記念日を一緒にしようと、愉快ワンワンリゾートやたや松濤園さんへ。ラックの皮膚の病院に寄ってからなので、前乗り車中泊はなしです。お昼ご飯に加賀サービスエリアに寄ります。お散歩を済ませて、ラックは車内でお留守番です。近江牛 100% の牛ひき肉のすき焼き風ハンバーグ膳。大宮甘酒とパン粉を混ぜているので甘みのある仕上がりに、割り下には大宮味噌を入れ、どこか懐かしい味わいに。美味しかった、ごちそうさまでした。お腹がいっぱいになったら出発します。雲海の中みたいになってるパーキングで最後のお散歩。下から来た。どこから下。あれはまた高速。ちゃうやろ、高速。高速のこれの逆か。じゃんどこでもあんな恋人の聖地。うまや。少し車内で休憩します。ラックの負担がないようにちょいちょい休憩するようにしています。石川県加賀市のお宿へ向かってます。自宅からは4時間ちょっとです。到着。靴のまま履いていいの？今回もまたカートを持ってきました。雰囲気がいい温泉宿って感じです。少し早く着いたのですが、先客がたくさんロビーでチェックイン待ちです。はい、いらっしゃいませ。この前ご記入いただいております。書きました。はい、かしこまりました。ありがとうございます。ウェルカムワンちゃんおやつ。ラクはご飯どうすんの？うわ、なんかどれもあかんかな。ステーキぐらいしか無理かもしれない。あげられへんこれ。ステーキの野菜抜けかな。ああ、せやな、また、うん、ドッグランはまた別のとこにある。もう置いといたらいいんちゃう、それ。狂犬病の一番後ろ。狂犬病はこっちの一番後ろ。本日からご一泊2名様とラクちゃんでお待ちいただいております。はい、ではお部屋ご説明させていただきます。はい、今日ですね、離れのお席は露天風呂付きのお部屋となっております。はい、1階でございます。はい、今左手斜めに横切って、あの膝を横切ってまっすぐ行っていただきますと、はい、渡り廊下ございますので、渡り廊下をお進みいただきました。2202というお部屋となっております。あ、ほんま。どこどこで、あんた知らんくせに、そうな、さっき行かんといて。はい、ちょっとラック危険なもんは。あ、ラックエアベ、あのこれ。なんとワンちゃん用のエアウィーヴマットレスで、我が家の殿は寝ていただけるようです。超楽しみな露天風呂です。うん、暑い時期ではなく冬の方が良かったかも。あ、ちゃんとこれがええわ。あ、ほんま。うん、
蓋してないと虫いっぱいになっちゃう。あー、でもこれ一回一回自分で沸かすタイプの、もう入ってんの？いや、入ってへんの。左が温泉で飲んでね。あ、海やな、向こう。そうだね、景色はええ。なあ、花火やってる時に、これがドッグランになってくれちゃったらええねんけど。うわ、ちょっと、あー、これ入ってるやん、お湯。楽、楽。あの、なんか、つけっぱなしかな、入れっぱなしかな。うんうん、ある程度。だから蓋してんやろ。あ、なんかこっちもなんか。まあ、ええやん。ちょっと、普通に乗っていったで、楽。ドーンって入るわな。ほんま、暑かったらもうほんま、うわ、あ、だから濡れてんじゃん。そうやな。うん。夜やな。うん。虫が寄ってくるな、でも多分。そうだ。だから朝もええかな。ああ。もう、体洗わんでええわ。そうやな。朝起きて、ジャバーと。うん。で、こう、顔とか食べたら。うん、うん。近所を散策しに行きます。お隣のホテルは廃業されたようです。立派なホテルなのに寂しいですね。まあな、でもエレベーターみたいなのもあるけど、まあ、立体ってこと？いや、じゃあ、もう半分やった。あー、もったいないな。まあ、ボロボロ、この奥がってこと。だからもうコロナであかんようになったんかな、その前からなんかな。暑いわ、でも。足湯があります。さすがは温泉街。でも暑いので遠慮しておきます。暑いわ。片山津温泉の源泉が湧き出ている場所。ここからすべての温泉場にお湯を送ってます。かわいいな、バス停口。あ、でも結構やっぱ温泉いろいろあるな。うん。部屋の露天風呂から通路が見えてたので、外から見えるかと話をしてました。どうかな。温泉の、じゃあだって今来たら、あ、この交差点やもん。芸妓、あ、芸者、あー、芸者のオフィスやって。え、来た。絶対覗くと思ってんな、楽。バレバレ。だからこの2軒ぐらいが潰れてんの？いや、なんか、でもこの左も多分一緒やったで。でもほんまだか、こういうのが隣やとその隣は嫌やな、多分。まあまあ、だってやっぱり治安もあるなるしさ、しょうもないのがたまりだしたらさ。あ、でも一応こうなってんや、目線。え、ゆうくんはこれ見えるもんな。そうやな、新幹線ができたから流行らなおかしい。ほら、湖畔って書いてるから湖。あちー、あ、写真撮る。湖畔あるで。そうそうそう、あ、でかいや。あ、あかんねやろ、入れた。あ、まだあの赤いところが全部歩けるところや。そうそうそう、全然一周ではない。まあ、相当広い。そうやな。あっちが湖畔公園やって。その先でな。そう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 。だから言うて。そうです。うん。そうやな。もうそこをぐるっと回って帰る。あっち。湿気がもうやばい。交番。通してる。
部屋のお風呂で汗を流し食事会場へ行きます。めっちゃ楽しみです。そんなんいちいちいちゃう。久しぶり。あ、涼しい。ここ それぞれ個室になってるようで気兼ねなく食事できます。どうやって。ディナーいや、男なんだ。ちょっと待ってください。あのね、お手洗いは月当たりのれ、のれんのとこでございますね。男性様ね。はい、こちらどうぞ。すごい、すごい。なんか、なんか滑った？滑った？どうぞ。はい、どうぞ。滑るね。滑る、滑る。あ、やばい、やばい、やばい。うまい。大きいやつのはいいでしょ。あ、飲ませんかな。お水飲みません。あ、お水いやな、あれちっちゃい。ちょっとちっちゃい。大きいのあったら大きいのあります。はい、今ちょっとご用意しますね。はい、はい、なんで自分さっさとダックつないでね。ダック長い方にする。そうやな、うん、長い方でいいかな。まあ、まあ、まあ、長い方にする。その手持ちのさ、一個リール入ってる予備は。椅子抜けるこれ。あ、でもラック肉。あ、ラックお肉、お肉だけにしてくれてる。よかったね。はよ。はい、待てよ、お座り。はい、じゃあ、乾杯。これはいただきます。豆腐。はい、これ何ですか。これはなに、トウモロコシの、トウモロコシの豆腐ってやつ。豆腐？あ、うまい。あ、パパプパプリカ、うん、で、この乗っかってるのが春菜園マイカの塩辛。これ塩辛かなとか、そんなん、うん、そんなんやめんなよ。うん、そうやと思う。大根で、うん、アジサイなんて。あ、でも、食べても美味しくないんで。たまにね、かじるって。あー、いや、食べそう。でも美味しくない、ないと。はい、失礼します。なんかシェフの人のなんか絵あったよね。うん、
このする。結構テープに踊る人が多かったもんな。うん、なんか遊びに行った後ちゃう？なあ。うん。じゃあまだわからんな。どうしたいかあれは。うん。のとぎゅうね。あきにーあ、なくもエアコンポンそうね。これは何牛？のとぎゅう。人間用は国産黒毛和牛。ダックの方がいい肉。なりこの方がええ肉なんかのがええ肉なカレーってもうまあもうラックのの時はちょっとだけやでまあ早い大きかったそうそうずれば立ててみるうわもうお腹いっぱいになってきたわこれを入れて、で、もう持ち上げたのけど、あ、端でおさない。あ、プッチンプリンみたいな。そう。で、じゃあ取り付けないやつ。うん。でもね。カリカリ梅。ああ、美味しそう。そう。全部入れようか。じゃあ、色気もクソもね。へえ、面白い。コクマイ挟んだほんまや、そばか、そばみたいだけど、うん、やっぱりちゃんとうどんやうどんや、うん、食感もうどんやな、うん、美味しかった、ごちそうさまでしたガイ予告愉快ワンワンリゾート八田屋松濤園2最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録お願いします